極上ライフ大人の秘密基地、今回は鉄道。僕です。秘密基地に懐かしい鉄道グッズをいっぱい集めた鉄道マニアの世界。47年瀬戸電の写真を撮り続けているマニアに密着します。実はこの2人、意外な関係があったんです。6月16日土曜日午後3時から放送です。お楽しみに。